ゆかチャンネル。はい、皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかとしんちゃんです。ゆかさん夫婦です。はい、まず私たちの YouTube が7万人突破しました。はい、Thank you guys. Thank you. インスタグラムの方とかあと YouTube のストーリーには載せたんですけど、うん、本当に皆さんのおかげでここまで来れたと思います。はい、なので、はい、今日は、まあ、新規のチャンネル登録者さんとかもいらっしゃるので、いらっしゃいませ。Q&A を行っていこうと思います。はい、はい、それではいますね。はい、本当に7万人おめでとうございます。ありがとうございます。2年以上見ていて、どうもゆかさん、すんちゃんさんが有名になっていくのとっても嬉しいです。すごいすごい。まあ無理のない範囲で頑張ってくださいということです。いろいろ私たちがやってることね。あと質問、お子様を産んで一番楽しみなこと、またはお子様とやってみたいこと、行ってみたいところなどは何ですか。ああ、そうですね、はい、私は一応、まあ、家族が増えるので、うん、家族旅行とかさ、うん、みんなでね、うん、家族旅行行きたいね。どこ行きたい？ハワイかな。ハワイ、ハワイか温泉とかさ。そうだね、うん、私も同じかな。本当に3人で、私はちょっとタイ旅行が最初に行きたいかな。あ、そう、タイもいいねと思ってます。っていうのが一番今してみたいかな。はい、はい、次英語の質問なんですけど、はい、안녕하세요제니아입니다사랑해요って韓国語で言ってくれて、 I have a question for you, your Q&A. How long have you guys been married? And how did you guys meet each other? っていうことで、 How long have you guys been married? This one, we've been married for 2 years. 2 years. And how did you guys meet each other?Yeah, we worked together. Yes. In the same company. Mm-hmm. And she liked me first. No! Almost six years ago, maybe. Oh, yeah, yeah. 次! 순짱의변치않은그아름다운모습계속기대할게요. 유카짱은몇살이에요? 순짱의일본어비법은뭔가요? 아, 감사합니다. 저는91년생입니다.요새나이가헷갈리더라고요. 일본나이랑한국나이가헷갈려서. 네, 저는31입니다. 빠른 89. 빠른 89. 네. 그리고순짱의일본어비법은뭔가요? 일본어를가장빨리배우는방법은이렇습니다. 맞아요. 次いつも見てます。で、チェジュ島に彼がいて、日本との遠距離恋愛中です。将来は結婚も考えてます。で、チェジュ島で住むかもしれなくて、韓国語は少しわかるのですが、チェジュの方言が使えるかっていう、そういう不安があります。ゆかちゃん、すんちゃんはチェジュの方言はペラペラですか？っていう質問でした。すんちゃんはね、チェジュ出身だから、結構家族と話す時とか友達とは、チェジュの方言がね、チラチラ出ます。私はとりあえずおばあちゃんと話すときは笑ってます。初めてこうチェジュに来たときよりはもっとあの聞き取れるようになったなと思います。方言が、うんうん、めっけめっけめっけ。まあね、もはめん、もっともっと、もはしん、もはしん、もはしんもや、もぐるこか、あ、もぐるこか。なんかね、チェジュ島の方言はすごいね、こう柔らかいです。まあ方言使うけど、若いたちの方言はそんな難しのないから、そうそう、全然チェジュでも大丈夫と思います、ね、うん、大丈夫と思います。はい、次、ゆかさんとすんちゃんはミョンドンで出会ってお付き合いされたとのことでしたが、はい、サムの期間はどれくらいありましたか？短いんじゃない？そうだね、私たちサム、まあ、1週間2週間ぐらいじゃない？なんかね、サムっていうかデートしたら結構すぐ付き合ったよね。そうだね、なんかデート始まってその付き合う前がすごい短いの理由は、うん、2人とも好きなの分かったじゃん、分かってるから。そうそう、もう触りたくてもうしょうがないの、それは好きな気持ちをね。結構めんどくさいじゃん、サム。いや、それはお前だけじゃない。好きなら好きで、うんうん、嫌いなら嫌いでっていう感じがいいのかな、私は。だからだって好きって思った。そうだね、なんか顔が好きだったね、うん、お互いのね。俺はゆかのぽっちゃり感が好きだ。なんでやめてよ。次、Is the baby girl or boy? せーの、 Boy! It's a boy! 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 남자입니다。男です。はい、次、マタニティの服はどこで買ってますか？マタニティの服は韓国のね、サイトで買ったりとかしてたんだけど、うんうん、最初なんか一等終わって、その幸せ感で、うんうん、結構買ったのね。結果
間限定じゃん、マタニティ服って。だから中期後期はあんまり買ってないかもしれないです。で、普通の服を着てます。上は大きい、ちょっと大きい服着てるのね、だからあんまりマタニティ服にこだわらなくていいかも。まあ、ゆかはあの裸だから家で結構裸好きで、うちら二人の家族そうそう、あの家で裸です。次 What will you name your baby? We got this question a lot. So actually we decided、but after he will be born、I will let you guys know. Okay? 次 What language will you teach your son?Will he be trilingual or just know one language? I think he will be trilingual. Trilingual? He can speak Korean and Chinese, Mandarin Chinese, and I can speak Japanese, Korean, and a little bit English. So first, I mean, I talk to him in Japanese and he talk to him in Korean. When he grow up, then we will teach himEither Mandarin Chinese or English. 次 Have you been to America? I love you so much. Can't wait to see your friends. I've been to United States before. I used to live there, but he never been there. So we really want to go for travel. Yes, because we love classical. Yay! And you know that. Next.すごいね、英語の質問が多かったんだけど、When is your due date? My due date is 2020 January 4th 입니다。はい、It's gonna be soon。 次 When is your birthday? My birthday is like February 25 Thank you My birthday is August 20th Thank you, your present Thank you 次子供がいると分かった時を振り返ったらどんな気持ちでしたか、はい、いつも大好きです。ありがとうございます。どんな気持ちだったか、一応お母さんから。私はなんかね、早くすんちゃんに伝えたいってなって、嬉しさと興奮、びっくりとっていう感じかな。だろうね。なんかね、あんまりその時は不安はなかったかな。すごい嬉しさがもっと強かったかなと思います。はい、私も楽しかったんです。赤ちゃんっていいと思います。はい、はい、幸せでした。はい、次 What's your favorite memory about each other? I think many time in Thailand. The trip in Thailand, definitely. Because we went there as our honeymoon and yes, the next year as well. So yeah, the trip in Thailand. Thailand is perfect because they have noodle soup, chicken noodle soup. Next.70K 축하합니다. 네. 임신은 어떻습니까? 힘들어요. 힘들어요. 네, 정말 힘든데 동시에 행복합니다. 네. 그게 진짜 신기해요. 특히 우리 우쭈쭈 다음에 우쭈쭈 동생이 생길 가능성이 있습니까? 있습니까? 저는 워낙 입덧이 심했어가지고 아직까지는 생각이 없는데. 네. 그래도 다들 출산하고 나서 그 고통을 바로 잊는다고 하더라고요. 그래서 둘째, 셋째를 갖게 된다고 하더라고요. 그래서 모르죠. Yes. 저희도 모릅니다. 네. 근데 아직까지는 없습니다. 네. 次 妊娠して, 순짱이 夫で 良かったなと 改めて 思ったこと ありますか? 私 妊娠して 毎日 思ってます. 순짱이 夫で 良かったなって. っていうのは 多分スンちゃんなしだったらやばかったと思います。亡くなった。本当にそれぐらい辛かったし、いろいろあったもんね。スンちゃんがいたからバランス取れてたなと思います。ゆか意外と体調弱い方で私ノットありますね。ゆかの病院ノットって何時に何回病院行ったかそれぐらいお金使ったかで、それをあと10年後でちょっと見せてもらうために作ってます。はい、次 Why are you couples so adorable? Oh, so sweet. Next. 妊娠中のスタイル維持で気をつけてることありますか？食べ物は気をつけてるし、そう、スタイルのために気をつけてるっていうよりは、そのうち中が栄養をちゃんと取れるようにとか、なんか化学物質とか入ってないの食べるようにとかっていう気をつけてる感じだから、もともと夜食をしないのと、なんかね、遅くには絶対食べないし、食べないし、そう、あとは行ける時は
構歩くようにはしてます。そうだね、その2つぐらいかな。あんま、あんまなんか適当の過食で、はい、すいませんね、はい、次 Do you love turkey? We love turkey. I love turkey. 次ゆかさんはどんな時すんちゃんと結婚してよかったと思いますか？どういう時っていうかもう、うん、いなかったら無理かも。おお。次なんかすごいあの、うんうん、質問じゃなくてすごいなんていうのファンレターみたいなのが多くてありがとうございます。あーみつー。 次ゆかさんは何歳でアメリカに行かれて何歳の時に韓国に行かれたのですか？はい、アメリカは18か、うん、あの高校卒業して行って2年半ぐらいいたのと、うん、あと韓国はその後来たので21か2の時に来ました。でも韓国来てもう7年ぐらいですね。そうですね、はい、はい。Do you have hobbies? You're so beautiful and cute. Lots of love to you and the baby. My hobby is escape from Yuka. My hobby is to catch my husband. Every time. 次 What was your first impression of each other when you first met? Yuka is like very glamorous, like, and very white. And I think she got a little bit big titties. I she smiled, maybe. Smile? Okay. Yes. That's good one. Right. My first impression of him was... Handsome. Yeah, kind. And kind. Yeah. And kind. Okay. Good kind. Next! はい、それでは今日はここまでの質問に答えたいと思います、はい、で次の動画でまた続けて Q&A を行っていこうと思います。はい、7万人ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これからも頑張ります。はい、それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。